西川遥輝選手です。まずはメンドーサ投手からお話を伺います。昨日に続いて今日も満員です。今大きな拍手がありました。この歓声を受けていかがでしょうか。Oh, it's crazy to see a sellout in the stadium, and especially the game I pitched. And you know, you guys are a really big motivation for me to pitch good today. もう本当に素晴らしい光景ですし、本当こうやって満員の景色を見るとすごい力みなぎりますし、本当今日の勝利は皆さんのおかげだと思います。今日は5回1失点という内容でしたけれども。Well, you know, I pitched five innings, you know, but our bullpen was great, the offense is great, and defense too. So, I mean, I wish I could pitch more innings, but that was enough to get the win. So, you know, I appreciate the team effort.本当、まあ、先発投手して5回は最低限の仕事だと思うのでそれはできたと思うんですけど、本当はもっと投げたかったんですけど、こちら素晴らしいブルペン陣がいるのでちゃんと4人で抑えてくれましたし、打線も点取ってくれましたし、守備の方でも助けられたので素晴らしい勝利だったと思います。1回いきなり左ふくらはぎのあたりだったと思うんですが、打球を直撃して私たちヒヤッとしたんですが、そのあたりはどうだったんでしょう。That was a strategy to stop the ball. Nakashima can get an easy out, so. But everything good. My leg is fine. あれはわざと当てました。本当タグの方にあのボールが転がるようにわざと当てて、しっかりアウトを取ってもらいました。ということはもう足の方は心配ないですね。Yeah, everything good. 100% healthy, and you know, just can't wait for my next time.もう全く問題ないです。100% の状態なので、あとは次の登板を楽しみにしています。それにしても、まあ、毎回ランナーを出しながらの粘りのピッチングでしたけれども、今日はどんなことを意識していたんでしょうか。Of course, facing a tough lineup like the Lions, you know, I always have respect for that lineup. Too much power. Every hitter can hit pretty good. Just try to keep the ball down, reduce the damage, you know, and avoid the big flies.もう本当西武打線はパ・リーグの中でも本当強力な打線なので、いつも警戒しながら投げてるんですけど、本当今日のテーマはもう低めに集めて要所をしっかり抑えるということを心がけていました。そんな中で3回に隣にいる西川選手のホームランありました。このあたりもピッチングに影響したんじゃないですか。That was huge, of course. If we score first, you know, they give the starter a chance to come back stronger. And for me, that was huge. You know, I came back stronger and tried to stay longer in the game.もう本当に大きな一発でした。やっぱり野手の方が先制点取ってくれるとピッチャーとしては自信につながるので、本当それ以降は楽に投げられました。では続きまして、その先制のホームランを放ちました西川選手にお話を伺っていきます。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。3回先頭バッターとして打席に入りましたけれども、どんなことを心がけてバッターボックス入ったんでしょうか。まあバッター有利なカウントになったんですけど、まずは塁に出ることを考えて、打席に入りました。打った瞬間、あ、もうこれホームランだなというような打球だったと思うんですが、感触はどうでした。あ、もうすごく良かったです。打ち終わってもう確信したかのようにゆっくりと走り出しましたけれども、本人の中としても手応えとしては良かったでしょうか。そうですね、まあ、今シーズン、長打打てるようにということを、掲げてやっているので、それが結果となって良かったです。昨日は第1打席で今シーズンの初ヒット、そして今日は今シーズンの第1号が出ました。2017年シーズン、どんな入りになってますか。まあ、いい状態で、試合に臨めてますし、まあ、これから先すごく長いんで、いい時も悪い時も、全力で頑張っていきたいと思います。さあ、そして今日勝って2017年の初勝利ということになりました。改めて今シーズンの意気込み聞かせてください。
そうですね、まあこんなに多くのファンの皆さんに、応援してもらって、負けるわけにはいかないんで、ホームの試合を全部勝つつもりで、やっていきたいと思います。続いて面倒さ投手からは何かメッセージあるということでマイクを渡したいと思います。Tomorrow a new member of the Fire is going to pitch. He's going to pitch a great game, so I expect you guys cheer for him tomorrow to have a great game. 明日はあのファイターズの新メンバーのエスコバーが先発するので、今日と変わらず熱い応援を送ってあげてください。必ずいいピッチングをすると思います。今日のヒーローは西川選手、面倒さ投手でした。西川春樹、春樹。